アンダーハマー。何事にも意味がある。ブラインドサッカー、河村亮。僕に与えられた人生というか、5歳で視覚障害になってやりたいことができないとか、我慢しなきゃいけないことが自分にはたくさんあったので、そういう瞬間に自分と向き合って、こういうことも意味があるんだっていうふうに捉えて、自分にできることを見つけようとしていましたね。ブラインドサッカーという競技を本気でやるようになって、すごい感覚的な部分が養われてきたんですけど、見えないからこそ見えてくる景色っていうのがあるんじゃないかなと思っていて、そこに気づけたのはすごく大きいなと思います。人生うまくいかない時とか、嫌な思いをするかもしれないんですけど、この先に通じる何か意味のある出来事だと思うので、未来を信じてその瞬間を生きてますね。心は強くなれる。アンダーハマー。